ばんは。嬉しい。ブルーブラックよき。ブルーブラックよきだって。そうなんです、髪色変えましたというか、どんたくただいまっていう感じでございます。どんたくしてきまして、どんたくに出させていただきまして、すごくいっぱい見に来てくれました。あ、アミネ様ありがとう、クロちゃんありがとう。嬉しい、見れたのかな皆さん、ありがとう。あ、ひろつくんありがとう、嬉しいです。前に黒髪になった時思い出して、この1年でめっちゃ綺麗になったねって実感にする。嬉しい。うん、隣はさえちゃんだって違いますって。あ、嬉しい、ありがとう。あ、いた、発見。ご飯食べました。長さは変わってないですね。うん、2人でご飯食べに行きました。安定に2人でご飯。あ、バラ様ありがとう。いやロットさえちゃんもやるってさん。推しの等身でパネル。ブルブラックにありがとう、かわいいって、嬉しい。バーさえちー大好き、ありがとう。変わりました、イメージ変わりましたかね。ありがとうございます。どんたくどんたくでした。今日はあ、ずきさんありがとう。どんたく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 、楽しかった。博多のお祭り、福岡が好きだってついでに完全同意。なんかどんたくを、どんたくに参加すると、出演するとより実感します、福岡の良さを。福岡っていいなってなりますね、あのお祭り感、なんかアットホームな感じ、うん、なんて言うんだろう、東京でやるのと全然違うんだよね、やっぱ。そうそう、確かに。だからやっぱりね、なんか福岡のアットホーム感というか、それが好きだね私は。それがなんか、ありがとう、福岡の、福岡を代表してありがとう。ん、福岡、あなた福岡に、うん、あの来ている人だから、私からありがとうと。来てる人、まあまあ、確かにそうですね。でもさ、うん、あの本当は出店に行きたかった。あ、出店行きたかった。行ったのみんな。控え室の窓からは見える、いつも見えるんだけど、羨ましいなって見てて、でも行けませんでした。ベビーカステラ買いました。いいな。え、私も買いたかった。餃子フェス行ったの。え、最高じゃん。最高じゃん。いつまでだっけ。もう無理か、もう無理だ、無理か。6とかじゃなかった。6とかだっけ。え、もう無理。京都で店行けなかった。人多すぎたし、ちょっと外出る時間なかったかね。え、何が好きかな、で店。うん、ではあの、鈴カステラみたいな。カミール最高だって、ありがとう、嬉しい。ブルーブラックというか、もう
ほぼ黒ではありますけど、星梅飴とか買います。ほぼ黒ではあるけどね、若干ね、そのブルー味が、ブルー味が伝わればいいけどね、直接見た時にね。いいな、どうだった？全然伝わんなかった。いちご団子ミルクあんで美味しかった。美味しそう。何それ。まあ寒色系の黒って感じかな。なんかアニメのキャラにおりそう。え、さえちゃんも言ってくれたんです。ちょっとアニメ、本当にアニメ の色味的にそういう、まあでもそう、でも遠くから見たら全然黒だと思うんだけどもね。アメール送ったの。寒色、寒色系。なんかあゆちゃん の、 あの、うん、ちょっとこっちにも登場してくんないし、こう髪色が暗くなりまして、なんか可愛いねって言って、こんばんは、メール送ったら写真が届きませんでした。ちょっと、いや不具合多いの最近。この前の評価の方やってくれたないじられてんのかな、ね、メール、それあるかも。メール側にも、あゆりちゃんとツーショット送ったら届かないっていう、うん、なんでなのよ。え、いつもあゆちゃんの頭皮が心配になる。なので今心配になる。あの美容師さんからはブリーチしなきゃ大丈夫って言われた。多分ブリーチしなきゃ、ブリーチしなきゃ大丈夫って、ね、大丈夫だから。これもね、ブリーチしてません。ブリーチせずにブルー入れてもらっただけだよ。そう、あ、ファインダー越しに見て分かりました。あ、本当、あ、大地いっぱいありがとう、ありがとう。ね、懐かしい感じもするよ、新しい感じもする。そうなの。わかる。わかるわかる。そうなのよ。のぞみちゃん、ありがとう。舞台の関係、いや、まあ確かにちょっと暗めにしなきゃいけないから、ちょっと落ち着かしてみた。でも早い時間からきっと、ブルーブラックしてみたかったので、ちょっとしてみました。何？待機。してくれてた方が多いと思います。一回してみたかったので、ちょっとコンサート前だし、ちょっとしてみましたよ。あ、だるまいっぱい、ありがとう。ね、色落ちはしそうだけど。いつもありがとうね。こちらこそ。色落ちはしそうだね。まあ、でも色落ちしたら何色なのかちょっとわからない。初めてだからわからない。何色なんだろう。でも。まあ暗いと思うけど、暗め、去年も来てくれたんだけど、暗めではあると思うけどね。 LINE が可愛かった。うん、なんかあのメロンジュースなんだっけ、あの見えたよって LINE したら、私も見えたよって、いや、そりゃ見えるやろって思ったんですけど、ほっこりエピソード。かわいい、おばあちゃん。かわいかったね、あの文章。なんか、動画を撮りたくて、なんか、近くにいた女の方が教えてくれたって言ってました。海外の方だったってね、しかも。かわいい。海外の方で、おばあちゃんの前にいた人か後ろだったかちょっと忘れたけど、動画の撮り方を教えてくれた。でもさ、動画の撮り方わかんないのにさ、 LINE、うん、はしてるおばあちゃん、不思議だね。確かにすごいわ。なんでだ。かわいい、ね、うん、あの下に煽りに行った時になんかさ、メロンジュースで煽りに行った時に、端まですごい行けたから、ファンの方の近くまでね、近くというか端の方のファンの方の方まで行けたから行ってたんだけど、気づいたら一人になっててね、みんなもうステージでどんどん上がっちゃってて、サビしかも端の人から上がっていく決まりだったじゃない。多分結構真ん中ら辺ではあったんだけど、うん、まあそれもあったかもしれないけど、でも
あのとにかくアリは一番奥まで行っちゃってたの、うん、一番端まで行っちゃってたから遅れちゃって、みんな気づいたらいなくなってて、アリ、うん、もその階段の位置把握してなかったんだよね。木村さんめっちゃダッシュしてた、うん、そう把握してなくて階段の位置を、うん、したら思ったよりなんか離れちゃってて、うん、もうダッシュで、あのいいステージに戻りました。ファンサ、そう、あずきさんありがとう、ありがとう、そうそう、え、その方もしかしたら隣にいた方かもしれない、だって誰、おばあちゃん、おばあちゃんの、いや、あのね、うん、関係者っていうか社長とかいたじゃん、うん、そっちの方に社長いた、え、社長いたんだって今日、え、ビトさんとか、え、エジちゃん先生とか、え、みんないたんだ、ビトさんいたの、エジちゃんと社長は隣同士、どこ前の方にいたのかな、いや後ろ上手じゃないみんな、あーね、そのペンライトとか何も持ってないぜの人たちが、あー全然ちょっとマジか、そう社長、あの私たちの控室来なかったから分かんなかったんだけど、うん、毎年どこかでダッシュする、え、誰かアイリーがダッシュするとこ撮ってるかな、なんか去年もアイリードンタクのハケで履き間違えて走ってさ、最後で今回もじゃ最後走っちゃいましたけど、結局ね、あ今日も楽しかった、ありがとう、もうね芝生に降りると、うん、あの番号、立ち位置の番号がないから、うん、結構迷うんだよね、急に、うん、急にしかもないからさ、そこだけ、うん、確かに、だから今日は目印としてマネージャーさんがこう上下真ん中みたいな感じで目印で立ってくれてたんだけど、真ん中行ったの、そうだから3人さ、あの3人が立つって言ってたけど、そんな原始的なやり方あるって感じだしさ、うん、しかもその本当にあの端はまだ分かるけど、うん、分かんないじゃん真ん中に、分かんない、コバコバありがとう、だからもう結構もう毎年毎年もう自由になっちゃう、そうね、まあでもそれは仕方ないし、でも結構いいじゃん、それだったらいい方じゃない、番号がないならない中でいい方だよね、ズキさんありがとういや頑張って、今日ヨプさんが下手が、そうそう、あそうなんだ、ヨプさんは下手にしゃがんで、すごいがすごかったから、ここあ、ゾウさんありがとう、ストリがちょっと結構きつかったなって、きついっていうかなんかめっちゃ汗かきましたね、めっちゃもう なんであんなに書いた、なんであん、でもあれかな、ぶっ倒れ、シェカ、フラゲとか続いてたから、うん、かもしれません、ぶっ倒れシェカフラゲ、そうそう、裏切ったの、うん、つながってたとことか、確かに、あ、撮った動画にヨッピさん入ってた、後頭部だけでヨッピさんって分かりましたマジか、すごいな、面白い、マジか、フラインゲット懐かしかったよね、うん、残像何、え、これ何、なんか撮った、これな、後で残像やばい、なかなかフェスでやんないから嬉しい、ステップの躍動感がよかった、 ありがとう、嬉しい、動画で見たんだな、バンナズカ忍びのものぐらい確かに、さやちゃんの MVTI は、うんうん、1回目やったら ISFP で、うん、2回目やったら ESFP でした、さやちゃんどっちだよ、いいか I かどっちなの、え、いいか I かってこと、そういいか I かでしょ、さやちゃんいいじゃない、いや I 違う、うん、いいじゃないっていうかね、うん、ISFP の、うん、こう何説明がすっごい合ってる、ああ確かにそれは合ってた、平和主義とか、確かにね、それめっちゃ、え、とか自分で
1764ありがとう。1764回目です。ブルーブラックいい感じだね。あれ久々だ、ケンジさん久々だね。え、わかんない、今やったらまた変わるかもしれない。元気ですか？超久々だ。アイリは ESJ あ ESJP じゃないか、 ESES じゃあ FJ、 ESFJ、 ESFJ、 ESJ、 あ間違え、 EF、 ESFJ。 さやちゃんいい、あのね、平和だけど、うん、なんかなんて言うんだろう、めんどくさいこと嫌だからお金で解決しようとするよね。止まって、本当にそれはやばい。いや、うん、いやマジで今日も思った、払わんくていいのに払うこと、うん、あのそう一個のことじゃなく、うん、なんかいろいろ、いやめんどくさいからいいよみたいなこと多すぎて、アイルだったらお金絶対徴収するもん、なんか、うん、そう。でも、うん、なんかね大事にしな、もっとちゃんと、うん、うん、そうですね。そう、あれ結構そういうなんて言うんだろう、お金系はちょっとなんかあんま損したくないっていう思いはあるかも。さえちゃん結構本当そうなの、これ本当です。お金の力じゃないのよ。じゃないのよ。なんかめんどくさくなったな。でも大きい額だとママに聞くんだけど、うん、ママももういいんじゃない、うん、とか言うから、うん、そうそういうことだね。もうお母さんの血を受け継いでるんだ、仕方ないな。そうです。うん、でも良くないって最近学んだよね。最後競馬は私買ってるけど、ね、仕事のためだから。ん何、うん、しかも1回500円しか決めてないから。さやちゃんがやりだしてちょっと上限なんか、やんないよやんない、うん、何ん、いや最近学んだから、うん、ちゃんとね、本当にね、さやちゃん結構騙されやすいので、ちょっと待って、騙されてるわけじゃない、うん、じゃあ本当にあり、怒ったのよね。そう怒ったの、なんかそう引っ越ししてなんて言うんだろう、契約しなくていいものをね、あの契約しちゃってたりして、でなんか業者さんが来ちゃったりしてね、うん、で普通にいらない契約なのに来ちゃったわけよ。そしたら、うん、それってどうしたらいいんだよダメだよ、ふわふわ言ってたからアリがえもういいです帰ってくださいみたいな感じでアリが追い返したっていうか、それじゃなかったら多分そのままいらなんか契約してお金払わされてたんです。違う、本当だよ。違うってさ聞いたの全然ちゃんと、本当にちょっとそれはなんか大丈夫って思って、アイリがでもあの後、うん、はい聞いて、あの後すぐ電話して、うん、した契約やめた、うん、ちゃんと、あーよかった。もうなんか怖いと思っちゃった、さえちゃんなんか大丈夫かなって、そういう変なのに契約とかされちゃうな。そういうところは私はちゃんとあれ、いやわかんないよ、アンテナ張ってますけど、平和主義すぎるね、きれ、うん、張ってますけどやっぱ、うん、ねやっぱでもちょっとちゃんとします。いやちゃんとしてますけど、ね、なんかそういや言えないから、さやちゃんあんまりガツンと、うん、だから私が横から言うって感じ、そういう時は、ね、えいいですとかなんでそれで優しく言っちゃうかなって思って、なんかその業者さんもすっごい嫌な感じだったの、いや僕は知らないんでそんなのみたいな、いやそちらがなんか契約されたんですから、なんかこっちはそれ言われて来てるだけですからみたいな、すっごい嫌な感じだったから、それなのにさえちゃんはなんかなんかどうしてこれあるなんか家にこれあるんですけどどうしたらいいんですかみたいなふわふわしててもう本当に嫌になっちゃって、私何なのと思って、なんでさえちゃん言えないのと思って、もう隣から私は口を挟む、えそれいらないよねとか言って、えいらないやつでしょ、あもういいです、いやもう契約しないんでみたいな、知らんけど、でも本当にいらなかったでしょそれ、
だからもう、うん、本当にもう嫌になっちゃった。あの業者の人がもう業者の人が本当に嫌、うん、すぎて私もう無理でした。そう、うん、本当にもう嫌だ。もうなんであんなそんな上から言ってくるのと思って。慣れてなきゃよかったっていう話ですね。本当に嫌すぎた。なんかさ、いやその人はマジただのなんか工事の人みたいな、うん、だけど言い方がやばかったよね。いやこちらは来てるだけなんでみたいな半笑いだったの。いや こちら言われて もう来てるだけだったらみたいな。それはないよね。そうそれはないっていうか普通に「あそうなんですね」ってこう聞いてくれたらいいじゃない。そう私がちょっと厳しいだけなのかわかんないけど、だからもう全部相談しようと思います。なんかすごいイライラしちゃいましたね。そうそれじゃないことも、うん、そうそれじゃないこともね頭抱えてさやちゃんは損してばっかりだよなんでそんな損しちゃうんだよさやちゃんは。でも大丈夫、うん、お金をもう払わなくていいもの払いすぎ。もうでも今日もあの、うん、私のお金じゃないのに、あの愛理ちゃんとくるみの、うん、に挟まれてたんですね、うん、今日席。そしたらもうこっちからも言われるし、くるみからもいやチリツモですよとかすごい言われるし、うん、そうだよ、ご規制しっかりしすぎ。お金に関してはちょっとねご規制はね厳しい。こっちもはい、うん、はいはいってもう左右にそうはいって言っといた。結構私とクグタンとか特にね、なんかお金はなんかクルミもちゃんとすごい、いや、ダメです、チリツモです。そうそうそう、本当にそうなのよかった、わかりました。そうなんだ、いやもうさえちゃんマジ損しすぎ、もうやだ。アイルのお金じゃないからさ、別に人のことだから別にどうでもいいじゃんって思うかもだけど、私はもうなんか身近な人がそういうの損してるともうなんかこっちまでイライラしてきちゃうんですよ。そうですね。2人カップ麺分け合ってた。なんかそっかくるみとそう豚麺同盟ですから。もうやだ本当に。さえちゃんなんでお願い本当もうお金大事にして。してるやん、してる、してますね、してるけど、してますけど、なんかじゃ優しさが出ちゃ う優しさ、そう、よく言いすぎよ優しさが出ちゃうんですね。平和主義すぎてか平和主義というか、うん、なんかあのね、揉めるの嫌なんでしょ。いいじゃない揉めたって。別にさやちゃん悪くないんだもん。さやちゃんが悪くないのになんで気使うのよ。すごいで、まあ、ちょっとねこれはファンの方に言えないですけど、いろいろあるんだよね、うん、あったの、いろいろあったんです。さやちゃんには事件がみんな面白い、うん、どうにかして。もう私本当に本当にイライラしちゃう。さやちゃん以上に多分イライラしちゃうというか、なんか怒りが出てきちゃうです。すいません。だから昨日もママにその話して、うん、ママもあの似てるので、うん、もういいんじゃないとか仕方ないんじゃないみたいなタイプだけど、そうか、もうそれは仕方ないとしか言いようがないけども、なんかでもやっぱこういう人が近くにいたらあのすごいありがたい。いやあの違う、お金、いや払う、なんていうの、いや使うのはいいんだけども、そこし払わなくてよかったくないっていうので使ってほしくないの、払ってほしくないのよ。それ絶対さやちゃん払わなくていいやんっていうやつで払ってほしくないんですよ。とかそう、結構さやちゃん詐欺られがちなので。ねえやめてよ、詐欺られたみたいじゃんそれは誤解を生みます。確かに詐欺、詐欺になんてあってません私。うん、まあ、危ないというか、そういうなんかさメールとか来るじゃん、うん、例えばね、うんうん、そういうのは大丈夫だと思うよ。本当に信用しないんで私そういうとこちゃんとしてます。そうですね節約できない、さえちゃんはね節約という言葉あまり知らないと思います。知ってますよ節約でしょ、知ってますけど節約、
うん、節約というかまあ結構ね、さえちゃんはそうね、身内としての意見みたいな感じ。いや身内だね、かなりもうなんか怪しい妻変わりません。腹立たしくなってしまいますね、本当に。そう、まあでも私も人に言われたらさ、うん、ねっていうところで、ね、怖いよ、本当に怖いよ、皆さん、あの本当に怖い、やっぱ、ね、お金が絡むことはやっぱ慎重にいかないと、うん、さえちゃんは人間を信用しすぎる、うん、しすぎてる、しすぎてる、うん、優しすぎちゃってるわ。それでさえちゃん損してるからね。はい、うん、すいません。困った子だね。あ、千と千尋見に行きたいんだよ。うん、当日券をね、ちょっと、そうそう、当日券で舞さん行ったらしいから、ワンちゃん行けるかもよ、本当に頑張れば。並んだのかな、壺とか買わされたらどうしよう。大丈夫、愛理が見張っとくよ。壺はいらない、いらないだけってなんか買っちゃうかも。だからそういうことじゃない。あ、引っ越してなんか足りんもんある、だってさえちゃん引っ越しして足りないものあるって。え、ちょっと待って考える。うん、ティッシュとかも大丈夫。あ、スリッパはアイリの。あ、あるわ、アイリ買ったわ、アイリ買った、自分で買った。え、どういうこと。ネットで買っちゃった多分。あ、ね、上にあんなセレブ、うん、ゴミ袋はだって。え、ゴミ袋は嬉しいですね。なんだろうね、聞きます、私の家の冷蔵庫の中。さえの今冷蔵庫に入っているものは、お水、パック、冷えピタ、サンリオのチョコレート、終わりです。あ、見に行くんだ。あんな大きい冷蔵庫でもったいない。本当に。あの、それだけ。すごいな。それだけです。まあね、さえちゃんはね、ないよ、食べ物は入ってないんだよ。そう、入ってないです。食べ物あるよ、サンリオのチョコ。あ、でもお水は買ってないね、買ってないよね。でも、エビせんべいもあります、外に。以上。やば。そうですね。確かに電気代もったいない。なんで？あの冷蔵庫電気代めっちゃかかりそう。え、なんでもったいないの？だってさ、全然少ないのにさ、もっと小さい電力でいいよね。しかもさ、別にさ、パックもさ、うんうんうん、まあ入れんでも別にいいしさ。確かに。あ、え、博多で電話かけると空きが分かります。当日に電話かけたら空きが分かるって。あ、そうなの。そうなんだ、行きたいな、行きたいな。でもやっぱ一人暮らしということで、なんかこうインテリアとかいろいろ。あ、はい、欲しいもの分かった。何？キャンドル、キャンドルって送れないのかな。どうなんでしょう、キャンドル送れるのかな。キャンドル大好き。アイリね、パチ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 ね、あの知ってます、焚き火がね、焚き火の音がくるね、あの四角の木みたいになってるの、つけるところ。あれやばい、あれ欲しい。あれ高そう。あのさ、寝るときに6000円ぐらいするんじゃないの、キャンドルライトでキャンドルをこう温めて、それの匂いしながら、うん、あの電気もちょっとちっちゃくつくよみたいなやつ使ってるけど、アロマキャンドルもいいねって思う。確かに
キャンドル、焚き火の音がするキャンドル欲しい。欲しいです。で、私が欲しいって言ってたこの間の韓国のスネットのマグカップもなんかファンの方が送ってくれるかもっていう情報を入手しました。でも本当にすごすぎるで楽しみに待ちたいと思います。違うよ、キャンドルをつけてるんじゃなくて電気をつけて、なんか上からライトが光っててその下にキャンドルがあって、ただキャンドルが熱で溶けてるってだけで、ね、火はついてないです。うん、なるほど、すごいねっていうやつ。なんで髪色変えたのか気になる。いや、もうプリンというかちょっと髪色がもう変わっちゃってたんで、だいぶ抜けちゃって変わっちゃってたんで、美容室行かなきゃな、コンサート前に行かなきゃなってなって、何色にしようかなって思ったんですけど、寒色系のブルー系っていうか、寒色っていうなんていうの、暖色系じゃなく寒色系のなんか暗めの色も私やったことがなかったので、似合うのかどうかなっていう、なんかしたことないからわからないので、してみないとわからないからやってみました。寒色系ちょっと一回やってみたくて、でもそんながっつり青じゃないからさ、がっつり青じゃないからもうほぼ黒です。黒なんだけども、ちょっと冷たい感じの黒なので、なんかその寒色系どう映るかなっていう好奇心からその色にしました。寒色系、そう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 、大丈夫です。まあ舞台もねあるから、まあ暗めに、暗めの中での、暗めの中でのアレンジ系って感じ。そうそう、もう色は決めてるんですよ、次の。そうそう、でもあ、そうだね、どうしよう。何、コンサートで解禁した方がいいのかな、ショールームで解禁していいのか、別に。うん、また染めたら何色にでもしてください。見せますね、嬉しい。ちょっと、生徒役に合いそう。あ、でもなんか舞台でだからワンチャンこういうのにしようかなって思いました。ちょっと生徒っぽい感じでいけるかも。うん、そう、すぐ分かったんです、すごい。なんかでもね、そう、あ、私たちが行ってるのは岩田屋のところに入ってる美容室、めっちゃ染めるのうまいのでおすすめです。みんな行ってください、岩田屋。店長、店長ね、最後さ、玄関にさ置いてあるさ、ディフューザーの名前なんだっけ、ジョーマローンの、いや、わかんない、なんだっけ、ジョーマローンの黒のなんだっけ、やつなんですけど、なんだっけ、ね、なんだっけ名前、なんか黒のボトルっていうか瓶なんだっけね。でもちょっとどの種類だったかな、とかなんとかなんだよな。今何時？56分、もう56分だって。皆さん、あ、さあ、さえちゃんファンにもの方にも伝えてなかった。何ですか？引っ越し手伝いました。あ、言ってない、みんなに、家めっちゃ近くて、言っていいのこれ？うん。言って、あ、めっちゃ近所。超近所の。で、なんか手伝ってくれました。なんか。ね。ありがとう。ちょっとさえちゃん忙しかったね。組み立ててくれたりもしたし、もうバタバタだったよね。秒で決めてた、秒で決めてたっていうか秒で決めなきゃいけなくなっちゃってたから、もう急いで内見行ったりしてたもんね。うん。いや、なんかもう内見してる暇もなかったんだけど、うん、でも行った方がいいって言われたから、一応ね、そう、行った方がいいよって言ってたから、そのすごい大変だったね。ダコリに、うん、もうここのこの時間だけちょっとって言って内見行って、そんなすぐにはもう大変よ。めっちゃ大変だったよ。え、内見大事？なんだってね。まあまあ、私が結構相談に乗っておりましたし、一緒に住んでたんですけど、うん、マジで近くなったんで、近くなったんで、まあ、あやちゃんがお鍋作った時はもう走って来ようと思います。そうなの。
さあキャンペーンさ達成したかな。何今ゴールデンウィークキャンペーンなの。守るよ、もうさやちゃんのこと守るよ。あの今日もさ口うるさく言っちゃいましたけど、私はさやちゃんが本当に心配で守るのよ。私はさやちゃんのことを守るよ。なんか体も弱いしさ、そう体も弱いしさ、もうすごい弱いからさ、もう守る。でもあの今日も歩いててさやが、うん、ああ足痛いもう嫌だって言ったら、うん、うん、タクシー乗るとか言ってくれてそうごめんね乗るとか言って、そうで朝今日の朝なんか肩痛いとか言ってずっといつも痛いって言うんだよさやちゃん。ゲッお肉とマンゴーゲットです。チームからいや絶対出ない絶対出ないってなんか確信してお肉とマンゴー、あありがとうございますいつもでもまあさやちゃんも私のことを守ってくれるのでお互いですね、うん、ちょっとランキング、うん、ランキングランキング13位バラキラクさん、はい、13位キラゾさん、12位コバコバさん、11位 MJ さん、10位アスカさん、9位バラさん、8位ヒラトさん、7位ヤクさん、6位クロちゃん、5位タータンさん、4位アリマルちゃん、すごい3位ズッキーさん、2位フォクペグさん、1位ダイちゃん。イエーイ、お肉マンゴーお肉え守るんだよね。せいちゃん、タイが飢え死にしそうだったらどうするせいちゃん、3万円あー怖いー。こんだけ言ってさ、こんだけもうさ、お金ほったら払うのよくないよとか言ってさ、せいちゃん、お金ちょうだいね怖ーいいよ、ただであげるよ。アイドは誰かさんと違って優しいから。誰こんな。あ、そう、私の冷蔵庫空いてるから入れてあげる。あ、確かに。お願いします。いや、いいよ、入れてあげる。取られそう、全部。あ、